我々もその習いに従うとしよう。僕のターン、ドロー。モンスターを守備表示で場に2枚の伏せカードをセット。ターンエンドだ。私のターン、ドロー。漆黒の闇より生まれしカード、我が手に天命の力。第2の力、オレイカルコス・デウテロス。イデオ、オレイカルコス・ディオボロス。マイターン。私は自分の場にいるモンスター1体につき500ポイントのライフを回復する。オレイカルコス・トリトス。オレイカルコス・デウテロスの効果により私のライフが回復。その特殊能力は守備モンスターを強制的に攻撃表示に変える。ワイライトゾーンドラゴンを攻撃。ブロッケンがフィールドから離れた時、デッキからレンガード特殊召喚する。これで私のターンは終わりだ。僕のターン、ドロー。トラップカード、機動砦、ストロングホールド。モンスターカードとなり守備表示で特殊召喚される。現れろ、ブラックマジシャン。サウザンドナイ。自分のフィールドにブラックマジシャンがいるとき、相手モンスター1体を破壊する。その力は私のモンスターへのマジック、トラップを無効にする。ブラックマジック。場にいるモンスター1体を生贄にすることで攻撃を行ったモンスター自身を破壊する。マジシャンズサークル。相手の魔法使い族モンスターが攻撃してきた時、デッキの中から魔法使い族モンスター1体を特殊召喚できる。現れろ、ブラックマジシャンガール。ブラックマジシャンガールは墓地にあるブラックマジシャンの数だけ攻撃力が300ポイントアップする。いけ、ブラックマジシャンガール、ブラックバーニング。リバースカードを1枚セットしてターンエンド。私のターン、ドロー。マジックカード発動。オレイカルコスミラーを発動。手札のタイムイーターを生贄に捧げ、ミラーバイトコーリングを特殊召喚。場にミラーマットを特殊召喚。ミラーナイトの攻撃力は戦うモンスターによって決定する。オレイカルコス・デウテロスの効果により魔法カード、マジカルシルクハット。ミラーフォースは相手モンスターが攻撃するとき、相手フィールドの攻撃表示モンスターを全て破壊する。ミラーバイトコーリングを特殊召喚。そう、鏡の盾がある限りミラーナイトが消滅することはない。僕のターン。僕は強欲な壺を発動。デッキから新たに2枚のカードをドローする。ブラックホール発動。ブロックマンを召喚。マジックカード発動。ならば私のターン。
自分のライフを削り、オレイカルコス・キトラを特殊召喚。私のライフは3000ポイント回復。永続魔法王級のケンタウロス。命中したモンスターをデュエルから取り除き、その攻撃力分のダメージをプレイヤーが負う。命拾いしたな。私はターンを終了する。僕のターン、ドロー。魔法除去発動。このカードで無効化。ターンエンドだ。私のターン、ドロー。いねえ、オレイカルコスギガース。オレイカルコスデウテロスの効果によりライフを3000ポイント回復。これで私のターンは終わりだ。僕のターン、ドロー。ターンエンド。私のターン。オレイカルコスデウテロスの効果によりライフを3000ポイント回復。私の場にリバースカードをセットして、ターンを終了する。僕のターン、ブロックマンの特殊効果発動。ブロック解除。召喚から経過したターンの数だけ生贄の数にできる。2体のブロックマンを生贄に。イデオン、この攻撃力を常に300ポイント上回る。リバースカードを1枚引け。ターンエンド。特殊魔法攻撃によりガンドラ自身も破壊。私のターン。私はオレイカルコスギガースの効果によるオレイカルコスデウテロスの効果により私のライフは2500ポイント回復。魔法の教科書、手札を全て捨て、デッキからカードを1枚引き、それがマジックカードだったらその場で発動できる。マジックカード発動。この攻撃で壁モンスターを取り除けば、この道このターン、お前のライフは尽きる。行け、オレイカルコスギガース。まだだよ、僕はこのデュエル君に勝つと誓った。僕はクリアクリボーを墓地に送り、僕はマシュマカロンを守備表示で召喚。破壊されたマシュマカロンは分裂復活できる。最後のこのカードに全てを託す。黒金の暴流よ、天性の狭間を閉ざす砂上を破り、我が敵に滅びをもたらせ。現れろ、破滅竜ガンドラクロス。僕はガンドラクロスの効果発動。全てのモンスターを破壊する。邪神ゲーム。
これぞ我が最強のしもべ。1万以上のライフと全ての手札を捧げ特殊召喚される。私のライフが消滅し芸が破壊された時、私の敗北となる。しかしその攻撃力、その程度の力で私に勝とうというのか。無限の力を持った邪神芸を相手に、君の捨てカードは読んでいた。何？マジックカード、ターンジャンプを発動したんだ。このターンのバトルフェーズはスキップされ、僕はガンドラクロスの効果発動。全てのモンスターを破壊する。そしてその中で最も高い攻撃力分のダメージ、その分ガンドラクロスの攻撃力をアップする。